スモールさんインターネットラジオ。こちらは中小企業サポートネットワークスモールさんがお届けするインターネットラジオです。スモールさんでは現在1600名に上る中小企業経営者が専門家と共に学び成長しています。お聞きの皆様もまだの方はぜひお仲間になってください。さて本日の放送は、株式会社 DDR のブランディングプロデューサーアンドリージです。さてこの番組は中小企業サポートネットワークスモールさんでブランディングプロデューサーを務めるアンドリージが実践で使った中小企業でもできるブランディング術を発信していきます。さあ2020年がスタートしました。今年もインターネットラジオを通じて元気たくさん発信していきますのでよろしくお願いいたします。ということでアンドリージがお送りする今回のブランドプロミス、番組前半では僕がこの1ヶ月で感じを行ったブランディングのトピックスを紹介していきます。そして番組後半では地域を元気にするゲストをお迎えして会社のブランドの約束や会社の歴史やこだわりなどを語っていただきます。70回目のゲストは岐阜県揖斐川町で1973年創業以来中部エリアを中心に道路排水用のコンクリート2製品を製造販売するメーカーアーボ株式会社の杉村和則さんをお迎えしてその熱い思いに迫ります。ぜひブランディング術のヒントにしてみてください。安藤隆二のブランドプロミス。ブランドプロミス。あなたならどの資格を目指す？大きくなったら忘れてしまうと思うんです。でも先生に愛されていたんだっていう思いはずっと残っていくんだと思うんです。この手一つで人を幸せにできるっていう仕事なかなか他にはないと思うんです。お客様がどんどん笑顔になっていくのでそれをまた見たいと思うから続けてます。誰かを幸せにしたいからブラッシュアップ学び。安藤隆二のブランドプロミス。ブランドプロミス。安藤隆二がお送りしているブランドプロミス。この番組は毎日全国を奔走して中小企業のこだわりをブランディングする僕安藤隆二が実践で培った中小企業でもできるブランディング術を発信していきます。さてここ最近1ヶ月はですね年末年始とですね2020年を迎えましたね。あなんか年末も今年はちょっとゆったりするかなと思ったらなんかバタバタしてましたね。結構なんか公演が多くてね秋田に行ったりだとか沖縄行ったりねいろんなところでまた公演を年末ギリギリまでやってました。そして年明けてね今年何やるんだっていうことで始まったんですが毎年今年の抱負を具体的にね決めてやっているんでこのラジオも通じてね今年の僕の目標というか何をやるかっていうのを伝えていきたいと思うんですがとこのまあ 2,3 年うちの会社もいろいろ体制を変えて事務所の引っ越しをしたりだとかあとメンバーズサロンを作ってねつながりを継続的にやっていこうということでお客様とのつながりで昨年はねそのつながりを具体的にしようってメンバーズのメンバーさんたちは3ヶ月に1回僕のセミナーと食事会っていうのをやって毎回毎回60社70社の方がね集まっていただいてそこでもう仕事がガンガン生まれてるんですね。やっぱりこう元気な人の周りには元気な人が集まるんでそこからこうまたビジネスのヒントや新しいこうブランドの秘密が生まれてくそれをこう創始つけようっていうのを今年もまあやっていこうと思ってます。また具体的にはまあ昨年から半年ぐらいね今やってる YouTube これがまあ次のキーワードかなと僕も思ってるんですね。でもちろんライブでね公演に呼んでいただいて自分自身の生の声をね皆さんに伝えてやっていくっていうことももちろんやっていくんですがやっぱ今いろんなこう情報の取り方がある中で本を読むとかあと公演に行くとか、まあ、そういった情報の取り方だけじゃなくてやっぱ YouTube っていうものを見ながらねいろんな情報を集めるっていうそういった検索をする方たちが今こんだけ増えてくると僕らもですね次の世代に向けてっていうことだけではなくておじさんたちが YouTube にまた来てるんだっていうのをこの間ある統計で見てました。ですから本当にこうスモさんのメンバーもですねこれインターネットラジオは YouTube 使って流してますけどこういったものを機にですねこのラジオ聞くだけじゃなくてやっぱり YouTube っていうものが何を起こしてるんだっていうことをちょっと真剣に見てみる必要があるんじゃないかと思います。僕も今 YouTube のチャンネル作って昨年からやってきて着実にチャンネル登録数っていうのを増やしてるんですが聞いてる方チャンネル登録数の仕方が分かんないって今止まっちゃった方いるかと思いますから一回ちょっとネットで検索しとかないといけないですよ。本当にビジネスの中で非常に今この動画配信 YouTube っていうのが使われてますし中小企業が本当に使えるメディアだと思います。
僕も今年はこの目標はもうやっぱ定量化しないといけないんで、5万人のねチャンネル登録数を目指してですね、この YouTube の発信をですね今年も続けていきたいなと思ってます。つながりっていうもの、新しいことに絶えずチャレンジをしてですねやっていくこと、ブランドの約束の相手っていうものは絶えず変わっていきますから、皆さんもそうやって時代の流れを読み取りながら新しいメディアも活用して発信をしていっていただくといいんじゃないかななんて思います。そういった僕の活動は今言った YouTube の安藤隆二のトルネードブランディングっていうところにもちょくちょく出てきますし、 Facebook、Instagram、Twitter、 いろんなところで発信してます。あとホームページの方にもブログで書いてます。いろんなところでもう絶えずやり続けてますから、ぜひ皆さんも見てみてください。さあこの後はお知らせを挟んで地域を元気にするゲストをスタジオへお迎えします。安藤隆二のブランドプロミス、ブランドプロミス。発明など知的創作活動の多くは実は中小企業によるものです。そんな中小企業の知的財産を企業と共に守りたい、日本経済の担い手、技術立国の立役者、ひたむきにメイドインジャパンを支える中小企業を私たちは心から応援します。パワーオブイマジネーション、方針国際特許事務所。台車ごちょう。やばい、このままじゃ納期に間に合わないよ。社長どうしましょう。そういうことは部長に聞いてくれたまえ。部長、僕は忙しいんだ、君が何とかしろ。はい、五条でございます。お客様何にお困りですか。はあ、五条に電話してよかった。私たちは台車を売りません。お客様のお悩みを解決するのが仕事です。台車屋五条。安藤隆二のブランドプロミス、ブランドプロミス。安藤隆二がお送りしているブランドプロミス。さてここからは地域を元気にするゲストを迎えして、会社のブランドの約束、会社の歴史やこだわりなどについて伺っていきます。さあ70回目のゲストは岐阜県揖斐川町で1973年の創業以来、中部エリアを中心に道路排水用のコンクリート二次製品を製造販売するメーカー、アーボ株式会社の杉村和則さんをお迎えしています。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。もう社長とはですねちょくちょくお会いしてるんで。はい、ありがとうございます。はい、あれ、もともとの出会いは相撲さんでしたっけ。これ、はい、スモールさんの名古屋ゼミですね。そうなんです、はい、今は岐阜ゼミが立ち上がって、はい、そちらでゼミ長させていただいておりますけれども、はい、第4期ですからもう6年7年ぐらい前だと思いますね。そうかそうかそうか。はい、元々はどういう会とかに入ったご縁で相撲さんなんですか。いいえ、日本政策金融公庫さん、はい、前は中小企業金融公庫ですね、はい、この岐阜の友の会っていう会で山口先生が講演されまして、はいはいはい、その時に立ち上げたよ、だから入ってねって言われて、はい、スモールさんに入りました。はい、でその後しばらく勉強する機会がなくてですね、はいはい、数年経った時にまた違う銀行さんの講演会で山口先生にお会いした時に、はい、お聞きしたらゼミ名古屋っていうのがあるからお入りなさいそこからゼミ名古屋に入りました。確か一番初めはまあ社長それで出会いがあって、バイコン協会の、はい、まあ後から後にねバイコンの話が出てくるんですが、はい、社長も日本でねその広めているコンクリートの二次製品の製造の仕方というか、はい、これを全国の各地のその手法でやられてる会社さんたちの協会のパンフレットと、そうですね、ホームページを作るというそちらの方もお仕事をさせていただいたりだとか、はい、ありがとうございました。いろんなところで、あのすいません、本当にお世話になってる。いや、こちらこそお世話になりました。もともと杉村社長は3代目なんですね。そうですね、1973年、昭和48年に中日コンクリートとして創業された会社。もともと歴史としてはどういった変革というか。その前に中日ヒューム館という、うん、ヒューム館の会社がありました。はい、そこからのれん分けというような形で高度成長時代にですね、はい、ヒューム館を作れる会社をもう一個作ろうということでできたのが中日コンクリートです。はい、その後ですねいろいろ紆余曲折がありまして現在の会社になっております。創業時の中日コンクリートさん、創業時は何作ってたんですか。ヒューム館、正式名称は鉄筋コンクリート管っていうことで、はい、通称下水道管ですね。あ、はい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 、はい、高度成長期で町が作られていくというところ、町が作られていく、そういう時に下水も合わせてですね、はい、整備されていく。
ということでたくさんのヒューム管が使われておりました。あの常滑行くと焼き物で昔はやってたんですよね、はい、あれってね。そうですね、常滑で作られている陶管っていうんですね、はいはい、陶器で作られた管、はい、これを使われているところもありましたけれど、はい、でもやはりあの強度が問題ですし、はいはい、大きな口径大きな内径の管ができないので、はい、ヒューム管鉄筋コンクリート管が多用されるようになりました。会社名が変わったのはいつ頃なんですか？平成2年です。そうなんですか、はい、アーボさんってこれすごい特徴のある名前と、ありがとうございます。あとあの僕もホームページ作らせていただいて、はい、いつもすいませんと思っちゃうのがアーボで検索するとどうしてもポケモンに勝てないっていうところでアーボってキャラクターがね、でもポケモンよりも早いですもんね。あ、ありがとうございます。会社名はもちろん、ね、これどういう名前でしたっけ？はい、あのアンビシャス、ハピネス、はい、ビューティー、オリジナリティ、この4つの単語の頭文字 AHBO を連ねたものです。なんか芸術的な名前ですよねちょっと他にないですよね。ないですよね。でアーボって何ってよく聞かれるんで、うん、まあ話題向けにはいいのかなと思います。それが平成2年から。平成2年ですね、はい、じゃ あ, まあもうこちらの名前で定着されて、はい、まあ、やっているということなんですが、その後いろいろオリジナル製品も開発されるということで、はい、今箱型ヒューム管とか、まあ、いろんなものを作ってるんですけど、はい、なかなか僕もこうね業界のことを聞きながら商品のことを勉強しながらやってきましたが、なかなか難しいですね。社長のところが作ってる製品というのは、例えばこの東海地方、スモールさんの会員は全国にいるんですが、僕らが今いる東海地方で行くと、例えばどこの道にこう使われる、どんなものですか？東海地方であります国道、はい、それから主要地方道っていう比較的大きな幹線道路ですね、こちらの側溝として使われておりますのが箱型ヒューム管、箱型パイプっていうものです。アスファルトがずっと来て、はい、まあ、隅っこのところが隅っこのところですね、コンクリートになってますよね、はい、あれは中がどうなってるんですか？中が空洞になってまして、はい、水が流れるようになっております。でこの製品の上には、はい、道路に降ってくる雨を、はい、そこから受け取ってくれる穴が開いている、はいはい、溝が開いている、はい、で溝が開いているので側溝っていうんですけれども、あ、そういうことね、はいはいはい、でこれが普通 の, その市町村道あるいはまあ住宅地の中ですと、うん、U 字溝っていうのが一般的だと思うんですけど、ね、上にグレーチングだったり、はい、鉄のやつが乗ってね、鉄の蓋ですとか、ね、コンクリートの蓋が乗っている、うんうん、はい、あるいはまあ蓋も何もなしでっていうところもたまにあるんですけど、はい、ただこれはあの共同的にちょっと弱いものですから、はい、国では、はい、国道には使えない、国ではやっぱり設計標準っていうのがありましてですね、はい、でそれに合格したものでないと使えないよっていうことになってまして、はい、でその標準に採用されております。そうするとここら辺でいくと、まあ国道1号線とか23号線とか、はいはい、あれ前にホームページにセントレアのあたりもやってるんでしたっけ？そうですね、セントレアの中の外周道路って、はいはい、ありますね、はい、自動車やバスが入ってくるところですね、あそこにも使われております。なかなかこう過酷な環境と長時間ですよねこれってね。そうですね、大きな車両がバンバン走るというところで使われますの で,、はいはいはい、で時々はあの道路の幹線から脇 の, その駐車場に入るとか脇道へ入るとかっていうことで、トラックとかバスとか乗用車が当社の製品をこうまたいでいく、はい、通過していくっていうことですから、まあ、耐久力がないと使えないっていうことになりますですね、うん、このコンクリートの製品というのは、はい、いろいろ作り方があるんですよね。はい、そうですね。で作り方がある中でアーボさんは他社との違いっていうのがあるわけなんですよね。そうです。これはどういったところなんですか？はい、当社が作っている製造方法は、うん、バイコン方法といいまして、バイコン、はいはい、詳しく言うと振動振圧っていうふうに言います。振動振圧、はい、これはゼロスランプコンクリート、コンクリートって言いますと普通は18センチとか20センチとかのスランプっていう表現をするんですが、ドロドロっとした見た目、そうですね、コンクリートって言っても食べ物に例えますとカレーライスのカレーみたいな、はい、シチューみたいなシャビシャビっとしたものと、それからゴロゴロっとした砂利とか砂が入っている。でこれに比べてバイコンで使うコンクリートはゼロスランプコンクリートって言う。ゼロスランプ、はい、これはあのスランプがゼロ流れていかない、
はあ、じゃあ、まあ、液状じゃない、はい、液状じゃない普通のカレーに比べたらドライカレーみたいな、あ、はいはいはい、はいはい、パサパサっとしたピラフみたいな、うん、そんな感じの、はい、コンクリートになります。ほう、でこれを振動と圧縮をかけて、はい、ギューッと詰めると、はい、型枠をポンと抜いてもですね、うん、そのまま自立している、そんな形になる。いや、僕工場行ってびっくりしたのがオベリスクみたいになんか立ってるんですよね。はい、そうですね。なんかあれすごいよね、はい、初めて見る光景でさ、コンクリートがすぐ抜けちゃうんですよね。そうですね、だいたい成形時間が10分ぐらいで振動をかけますと、はい、型枠を抜いてしまっても、うん、その形が崩れない、はい、2メーターの高さの製品を作るんですけれども、はい、形が崩れません。東海エリアはもちろん社長のところがね、はい、道路の道の手伝いをやってるということでいろんなところに引かれてるんですが、全国もバイコンなんですか、世の中を。いえ、普通はですね、うんうん、大きく分けて3つ3通りの作り方がありまして、はい、うん、一番古いのは流し込み工法といいまして、はあ、先ほど申し上げた食べ物に例えるとカレーライスみたいなドロドロっとしたシチューのような、うんうんうん、はい、そういったコンクリートを使って固まるまで待つと、在来のなんかイメージですね、コンクリートを流し込んで、はい、そうです、型の中に、はいはい、それから2番目の作り方というのは、うん、当社が創業当時作っていたやり方ですけれど、うんうん、ヒューム方法、遠心力工法って言います。お、はい、ヒュームっていう方が発明したんですけれど、あ、人の名前なんだ、はい、あれって人の名前なんです、はい、これは電車の車輪をですね、うん、ひっくり返しにしたような台車の上に、はい、今度あの輪のついた型枠を乗せてですね、はい、これをくるくる高速回転する、うん、でその型枠の中にコンクリートを流し込んでいくと、うん、そうすると真ん中にやはり中空の空洞ができて、はいはい、コンクリートが固まっていく。は、固まっていく時に余分な水だけ絞り出されてですね、あ、はい、でコンクリートの実質のこう水分量が減って、はい、崩れなくなるということですね。三者三様、多分いろんな特性と強みがあったりだとか、はい、まあ、欠点もねあったりもするのかもしれませんが、話を聞くと例えばこう流し込んじゃうと骨材のバランスが薄いとこと硬いとことできちゃうような気がしたりだとか、そうですね、ここ回してもなんかそれができちゃうような気がするんですけど、はい、おっしゃる通りですね、うん、流し込みではですね、うんうん、あの振動をかけますと、はい、やっぱり流動化してきますので、はい、重いものが下に、うんうんうん、軽いものが上に浮いてきます、うんうん、材料の分離が起こってしまう。遠心力でもですね、うん、やはりあの高速で回転させて、うん、重いものが外へ、うん、軽いものが内側の方に集まってしまうということで、うん、材料の分離が起こってしまう、はいはいはい、で材料の分離が起こった中で、うん、軽いものが集まったところがやはり弱いわけですね、うん、強度が落ちてしまう、うん、バイコンの場合は、うん、そもそも水分が少ないので、はい、材料の分離が起こりません。あ、同じなんだ、はい、強い振動をかけても流動化はしますが、はい、水が少ないので、はい、材料がその一定のまま、はあ、あまり重いものが下に軽いものが上にみたいなことが起こらない。あ、どっかが強度がないとか悪いとかってことがないわけだ。ないですね、まあ、均一なんだ。そうですね、はい、まあ、そういう特徴があります。世界でいくと日本はまだそうするとバイコンじゃない作り方もね二通りあって、そうですね、はい、まあ、そういった地域もあったりするんですけど、世界でこれもともとバイコンというのは日本で生まれたものなんですか。これはですね、うん、ヨーロッパで生まれました。あ、そうなんですか、はい、特に一番早かったのはデンマークですね。デンマークですか、はい、どれぐらいの歴史があるんですかバイコン。もう100年ぐらいの歴史があります。古いんですね、はい、すごいですね。そうですね、実績が1世紀あるわけだから、はい、世界の道路例えばなんかアウトバーンとかなんかすごそうじゃないですか。そうですね、そういうところはバイコンなの。多いと思います。あ、そうなんですか、はい、当社は丸い缶とそれから外が四角で中が丸いっていう、そこを2つぐらいしか作ってないですけれども、うんうん、世界ではやっぱり外も中も四角いものですとか、はい、もっと違った形のものもですね、はい、作っている会社がありまして、まあ、そもそもあのブロックって言われるものもですね、はい、バイコンで作っている会社もたくさんあります。そうなんですか、はい、ただこれを作るのにはそれ専用の機械がそれぞれに必要になってきますので、はい、うん、まあ、やはり
当社のようなあの会社の規模ですとね、うん、今作っているものの機械で、うん、はい、やっていくっていう範囲でなんとか収めているんですけども、できれば広げていきたいですよね。そんな中で新商品って生まれるものなんですか？はい、ありがたいことにですね、うん、営業がお客様のところへ行って、うんうん、いろいろとあのお困りごと聞いてきますと、うんうんうん、こんなのが欲しいよ、あんな風になんないのっていうご要望をお聞かせいただける、うん、はい、でそれを持ち帰ってきて、うん、いろいろとあの、まあ、試行錯誤検討させていただいて、年間そうですね3種類から4種類ぐらいは新製品を作らさせていただいております。そういったものがね今ホームページなんかにもね、はい、ちょくちょく登場してくるんですけど、はい、ちなみにこの頃の新商品はどんなものがあの市場のニーズから生まれたんでしょうか？はい、そうですね、はい、あの最近特に評判がよろしいのはですね、はい、JS タイプっていうあの、はい、断面の形が J というアルファベットに似ているので、うんうん、はい、JS って言ってるんですが、うん、一口で言うとあのスリムスリット、上のコンクリート の, あの水が取れるところをスリットにしまして、うん、はいはいはい、で全体的に見えるところが細い、うん、スリムであるっていう、うん、そういう形のものを作っておりますね。見栄えがいいわけですね。道路でですね、はい、アスファルトでこう舗装されているところは黒く見える、でコンクリートは白く見える、で白いところが少ない方がいいよと、あいうニーズがあるわけだ。そうですね、あの特に最近はあのロードサイクル、あ、はいはい、自転車が流行ってまして、はい、でこの自転車を保護するために、車道の中の 1.5 メーターぐらい取りなさいっていう風に法律が決まるんだ、はい、でそうしますとコンクリートと見えてるところも、うんうん、どんどんやっぱりあの狭くしていかないといけない、あ、いけないんだ、はい、じゃあ新しいニーズなんですね。そうですね、自転車が走るところはやっぱりアスファルトの方が気持ちがいいそうですね。そういうことなんですか。でもやっぱりこう絶えずそういったお客様の声に耳を傾けながら、ある意味ねなんか B2C っていうビジネスでもないですもん ね、はい、ね、本来でいくとね、そうですね、こう昇竜が分かりにくく、例えば入札であったりだとか、はい、決定権を持っている方が誰なのかっていうのもちょっと分かりにくかったりだとか、はい、なんかでもそういったところでやっぱりしっかりそこを会社内で営業の方たちがいつも見据えて、はい、コミュニケーションを取ってやっていけば、どんな、まあ、業種でもどんなまあ商売でも、はい、そういったお客様のニーズに合わせた商品というのは世に投下できるということですかね。うん、そうですね、はい、当社の場合は公共工事がほとんどですから、うんうん、はい、まずそれを最終的に決定されるところっていうのは、うん、それを発注される役所ということになります、うん、国土交通省、うんうんうん、あるいは〇〇県という県ですね、うんうんうん、県の土木部といったところ、うん、あるいは市の土木部、うん、あるいは建設部といったところが発注者になられますので、はい、そちらのご担当者の方、うん、設計の方に PR をしていく。次には実はあの最近は設計っていうお仕事もお役所の方では直接されないんで外部委託される、あ、はいはい、これも入札されるんですね。へ、これをコンサルタントって呼んでますけれども、はい、設計会社の方に発注されます、うんうんうん、で我々はそちらの方にも製品の説明やメリットの、え、あるいは比較資料とかですね、そういったものの提供を行って営業かけます。そうですね、見える化していけばいいわけですね、そういうふうにね。そうですね、で最終的にはそれを入札で取られた建設会社さんの方にこういったものが図面で入ってませんかっていうことでお願いをして、はい、あ、入ってたよってことになると見積もりをさせていただいて、え、商売になっていく、はい、全方位型でね、そうすると三者三様いろんなところに発信をしていって、はい、ホームページなんかもね僕らもデザインさせていただいて、はい、新商品を当てたなと思いながらこうやってるんですが。ありがとうございます。県外もね話が出てきてたりするんですよね。そうですね、なんかこう重たい商品なんで運送賃があって、はい、なかなか県外に行くことが難しいのかなと思いましたら、やっぱ物で選ばれるわけですか、これは。そうですね、はい、特に国道関係で使われることが多いということは、はいはい、逆にあの市町村道では、うん、細かい細い道路ではですね、うんうん、使われにくいということになりまして、はい、どうしても国道を追いかけて、したがって国土交通省のですね、はい、中部地方整備局管内は隅々まで、はいはい、さらに近畿整備局と、ね、あるいは関東整備局と、はい、いったところへですね、はい、手を伸ばして営業配置してやっております。はい、1号線を東で西が2号線、はい、西が2号線ですかね。あ、まあ、そうやって全国にですね、はい、アーボさんのバイコン製法の商品が広がっているということですね、はい、
最後にですね、杉村さんの今後の夢、何かありましたら教えてください。はい、今ですね手掛けているのが関東、特に東京、埼玉といったところに営業所を構えてですね、そちらのニーズを掘り起こしにかかっております。こちらが市民権を得るというか、あるいは知名度が上がるというか、実績がどんどんついてですね、全国でも一番その需要の多い地区で実績を残せるようになれたらなというふうに思っております。ありがとうございました。ということで、安藤隆二のブランドプロミス70回目のゲストはアーボ株式会社の杉村和則さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。安藤隆二のブランドプロミス、ブランドプロミス、ブランドプロミス。日本一おいしいどら焼きをはじめ、中尾清月堂には春夏秋冬、季節をお届けできる一品がいつもあります。味わい、彩り、時を受け継ぐ技、心をつなぐひとときのために伝え愛された菓子心、富山県高岡市の伝統の和菓子屋中尾清月堂に来られんか。スモールさんは1600名に上る中小企業経営者と10名の専門家たちが共に学ぶ知的サポートネットワークです。月2回ニュースが配信され、そして全国にゼミが組織され、毎月勉強会が行われています。入会ご希望の方はホームページからどうぞ。安藤隆二のブランドプロミス、ブランドプロミス。さあ、安藤隆二のブランドプロミス70回目のオンエアはいかがだったでしょうか。杉村社長にはですね、本当出会ってからですね、本当いろんなお手伝いをさせていただいてます。バイコン協会っていうね、杉村社長が入られてる協会のホームページだったり、パンフレットなんかのお手伝いもさせていただいたり、あと今会社のねホームページやパンフレット、また社内でねブランディングの勉強会なんかもさせていただきました。すごくこう絶えずチャレンジをし続けてる会社さんなんですね。社長中心にスタッフの方たちも本当皆さん元気です。新しいメディア、ホームページ、ブログ、いろんなものにですね絶えず敏感にお客様の声に耳を傾けて、新しいチャレンジ、新しいチャンネル、そういったものをね本当に前向きにやってる会社さんですね。やっぱそういったところが残りますよ今後。やっぱブランドって発信し続けることが大事だと思います。そういったことを絶えずやり続けること、それってなかなか大変なことだと思うんですが、やっぱりやってる方がいますから、ぜひこれを聞きのつもるさんのメンバーの方もですね、やり続けることやってみてください。さて、僕安藤隆二が実践で培った中小企業でもできるブランディング技術を発信していくブランドプロミス、ぜひ次回もスモールさんのインターネットラジオでお耳にかかりましょう。それではここまでのお相手は株式会社 DDR のブランディングプロデューサー安藤隆二でした。安藤隆二、ブランドプロミス、ブランドプロミス。